半慶福から1967年9月13日は、明治から昭和にかけての朝鮮総督府官僚、朝鮮総督府中水院参議。号は、ひとし、朝鮮後。本願は、清州藩士。日本名は伊賀、伊垣慶服。1881年に、藩寸府の下級官僚の家に生まれた。1893年に、 木野戸羊義塾に入学し、日本語を学んだ。1897年に、官立学校に入学し、独立協会、万民共同会で活動した。1899年に、完備留学生に選ばれ、日本の東京へ渡る。旧正中学校第三学年に編入し1年間、学び、1900年に、早稲田大学政治経済科に入学した。 1903年に政府の命により帰国し、参謀本部翻訳官補に任命された。1906年にタクシ部翻訳官に転じ、1908年にタクシ部書機関を兼任。1910年に朝鮮総督府土地調査局長機関に任命され、1913年に陳寿軍主に任ぜられ、1918年に東来軍主に転じた。 1921年に中西南道三余館に展示、1924年に京昌北道三余館に就いた。1926年に中西北道知事に任ぜられ、1929年に公海道知事に展示、1934年まで勤めた。1933年に朝鮮総督府中枢院参議となり、退官後の1936年に、 朝鮮人朝平成へ要望運動に参加し、1938年に同民会副会長、1941年に臨戦対策協議会準備委員、国民総力朝鮮連盟理事などを歴任し、日本軍への戦争協力を宣伝した。日本の敗戦後、反民族行為特別調査委員会から調査を受けたが釈放された。 その後、ジャーナリストとなり1967年9月13日に死去。2004年に韓国で成立した日程共戦下反民族行為真相究明に関する特別法によって新日反民族行為者に認定された。ありがとうございます。